はいどうも、ルーゲーム TV へようこそ、ルーでございます。本日も、あっさたやっていきたいと思います。ただいま、緊急で動画を回しております。大切なことなんで、2回言うよ。あっさた、週末ショップに異変が、など、召喚チケット祭りなる、クレイジーセール、なんかブラックフライデーかなって思うような、スーパーセールが来ました。はい。優勝で150で星5と、UR が確定っていうチケットがあって、これがね、中身がわかんないんだよな。僕のギルメンがね、ルーシャスを当てたって言ってたんだけど、セレクトチケットで天井で引いたのか、それともこれで手に入れたのか、ちょっとね、確認ができてなくて、どっちなんだいっていう、まあそういう状況でございます。はい。まあ、非常にね、驚いておる状態なんですけれども、まあ、ちょっとね、具体的に、どのくらいね、ゲットすれば、ま、いいのかっていうところをね、ちょっとね、まとめて、どのくらいゲットしか、まあ、全部でどのくらいかかるのかっていうのをね、ちょっとまとめたので、見てくださいと。トン。まあ、いつも通り、Excel でございます。優勝と無勝両方ともね、計算してきたんで、優勝ね、星5からこう並んでて、で、これが多分ね、ラブリーニナタンが出るやつだと思いますね。ニナタンの、そのね、スタイルと、あと、年相のやつがね、映ってるんで。で、これが通常のスタイルと年相。これね、多分ね、最初のやつしか出ないんじゃないかな。でも違うか、色が違うな。ちょっとね、わからないんで、僕がね、この後買って、確認しますんで、それをね、見て、考えていただければなと思います。24日の23時59分まで買えるはずなんで、はい。で、ちなみに言うと、合計全部買いますってなったら、優勝4000。で、無償の方は8300。で、全部買えます。はい。まあ、ぶっちゃけ、これはもうめちゃめちゃお得です。で、1万円で、ここは総取りできる。で、ここに関しては、ストーリー、メインストーリー、ストーリーモードか。ストーリーモードの1周分ぐらいの、無償席。ボードで言えば、83ページ分、解放すれば、手に入るっていう感じですね。だから、今、例えば育ってないというか、まだ育ててない星3とか、まあそういう子たちのね、ボード解放して、無理やり買いに行くっていうことは、まあまだできる人もね、多いんじゃないかなっていうふうに思うんで、まあそこら辺ね、まあ検討材料に置いてみてはいかがでしょうかというところですね。まあ僕はね、ちょっとおすすめしたいなっていうふうには思ってます。はい。まあ特にね、この確定とセレクト。これはもう絶対買った方がいいでしょ。うん。セレクトなんてこれ20連を優勝500の、無償1500で、20連回せるっていう。普通10連3000ですからね。無償席。で、それが半額以下で回せちゃうっていうことなんで、まあ、これ、ね、ぶっちゃけ、セレクトって確定があるじゃないですか。まあ、ちょっと知ってることだと思うんだけど、確認をすると、まあ、これ、天井が100か。で、手に入るわけじゃないですか。まあ、僕6なんですけど、全然引いてないから。でもこれが20チャージできるって考えたら、めちゃめちゃお得かなっていう。で、やっぱ、こういうのって、自分の、ね、欲しいスタイルが来た時に、パッて引けると、めちゃめちゃいいじゃないですか。例えば、ま、今、レバー、僕選択してますけど、まあ、レバーがね、来たんで欲しいと。で、あと、これ10連回せばもう手に入るってなったらもう、普通のね、ステップアップだったりとか、
回すよりも、これ回して10連回して手に入れる方が得じゃないですか。おまけに提供割合見ていくと、普通に素で 2% だし、それ以外にも手に入るものもね、素材美味しいし、って考えると、まあ、ここはね、チャージしといて、マイナスのことなんか一個もないっていうことですね。はい。まあ、ここを踏まえた上で、まあ、ちょっと僕は今、買っていきますよ、と。まあ、ちょっとね。まあ、僕だからこそ、できるってこともあるんで、ね。じゃ、これ中身一回、あ、クラリスって書いてある。これクラリスって書いてあるわ。これクラリスだわ。クラリスでした。これクラリスだわ。これ絶対買った方がいいじゃん。クラリス。こっちはどうすっかな。ちょっと一旦保留。こっちの粘装は欲しい。これにして。ちょっと一旦。今すぐは、ちょっと全部は買えないから、優勝あと880しかないんで。あれ、クラリスだ。クラリスか。クラリス美味しいな。安すぎん？クラリスだとしたら。安すぎんか、これ。これが、あ、やっぱ、初回のやつしかないけど、まあ、それでもね、突進むのは得だからね。あと、この UR の粘装は、むしろね、初期のやつのがお得だったりする場合も、多いんでね。まあ、ここ150なんでね、300円ってことですね、要は。まあ、ちょっと、考えてみてください。まあ、特にね、復帰勢の方とかは、ここら辺、なんていうの、持ってないやつ多いと思うから、買ったって交換してった方がいいんじゃないかなって気はしますけどね。鬼滅が来てるから迷う勇み足になるかもしれないんですけど。あ、俺全部これ買っちゃおうかな。こっちは全部取ろう。はい。ちょっとこっちは一旦置いて。はい。ちょっとまあこれ引きますわ。まあちょっとね、みんなにこれを届けます。ちょっとまあレバー持ってないから、ちょっとレバー、これで引けたらラッキー。2% なんでね。2%、期待値50連です。えい！よいしょ！これも、セレクトチケットって、ここに、この、道具マーク以外出たら、もう 100% 当たりなんで。おー、ボスチケ！ありがとうございます。よいしょ。えい！逆に言うとね、道具のマークしかなかったら、絶対当たり出ないっていうね。そういうのもありますが。はい、残念でした。よし、じゃあ、クリクラ。クリクラ粘装の可能性があるっていうのが熱いな。ちょっと、おー、来た！皆さん見ましたか？チケットが出ないっていうジンクスを、ちょっと僕は覆していきますよ。あ、ちょっとね、時間の問題もあるんで、スキップ。モール君。モール君でした。片割れが出ました。うわー、ブルー。よいしょー。チケットでも出るんです。チケットでも星5が出る。今、証明しました。消耗しました僕の魂が消えたってことかな。よっしゃ、これでクリクラ粘装をゲットだ。
た。あれ？おー、あた、新規。まだ持ってない UR 年層があっただと。これで全部取ったかな？あ、いや、まだあるな。ちょっとまあ、この辺、確定はちょっと置いておこうか。ラブリーディナタン。よいしょ！来たー、朝！出てますよ、皆さん。払った、額に対して、星5、来てます。で、これで、エタニティフレンド出たらかなり熱いな。ただ、ピックアップが来ていないと。そういう事実。お、拝命銀卓。銀卓式、拝命。よいしょー。よし。残念。あ、でも、貫突に近づいた。さあ、最後に、何が出るかな？何が出るかな？そうね。リリアーナ。今、アステラが欲しいかな？アステラが。銀卓系が欲しいですね。よいしょ！銀卓、騎士団、ゴーイ！銀卓騎士団とは程遠かった。劇団員だった。これになるとな、もう何が欲しいって言うと分かんないな。全部持ってるもんな。あなたに最初の武器をか、手放さないと誓ったものかな。よいしょ。太陽だと、まあ三突になるのかな、太陽だとしたら。来た！太陽だ。これは、やっぱありがたい。光強いからね。うん。どうすか？皆さん。かなり出たよね。ね。確定以外でも結構出ましたね。斬撃強化。切り刻め、烈風の剣。おお、結構使えそう。まぁ、ちょっとお得感満載な、ガチャチケ祭り。ぜひね、このビッグウェーブに、乗ってみてはいかがでしょうか。最後に、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。